介です。ソロショーやっていきたいと思います。ドレミさあ行きましょうか。ソロショーですね。今回なんでソロショーやるかと言いますとね、クリエイティブコース出現率が下がったというね、アップデート入ったんでクリエイティブのコースが全然出ないらしいんですよね。なんで今回その調査ですよね。でこの既存のコース、リングスピナーとかね、まあ普通にぐるぐるファイトなりスピンレースなり、決勝戦もおそらくパルクールパニックとかスクエアアップとかに出る確率が下がったんじゃないかなと思いますんで、アップデーティングにより。で決勝戦がよりロストテンプルとかクラウンマウンテンとかね、既存のコースを楽しめるようにアップデートされたみたいなんでね、それちょっと見ていくわ。でこれであれやけどな、パルクールパニックとかやったらもうなんでやねんだろうけど、ちょっと様子見ていきましょうか。あと1名落ちれば決勝進出のはずやから落ちていただきたいな。ちょっと粘りたい、粘っといて、さあホームラン行ってこい。よし、行ったんじゃない。オッケー、決勝戦ロストテンプル来ましたね。やった、そりゃ嬉しいな。え、これめっちゃええやん。クリエイティブじゃなくてロストテンプルやったらそれは楽しめるわな。いきなり路線引きました。さあ行きましょう。さあメンバーはこのような形、優勝できるんでしょうか。よーい、スタート。ロストテンプル楽しいもんな、ほんまに。負けても楽しいと、まあ、絶対負けたくないけど負けても楽しめるよという迷路楽しめるからね。オープンか、オープン、よく開かない、縦縦の、これどうやろ、右開いたらこれまでいけるか、あ、行かないでいく、左中切り込みプラン、この場合はこっち開く、開かないでいくよ、結構横行くな。これどうしようかな、外周行かれたら負けるもんな、外周行かれたら負けるからこっちやな、急ごう。おー、これ外周やな。マジっすか。おっ、よいしょ、うわー、どうだ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 、頭触ってるがエンターテイメントかい。ファンフランジャーズ来ましたね。行きましょうか。クリエイティブコース当たりましたね。まあ確率が下がったって言ってるだけやからさ、クリエイティブコースなくなったって言ってるわけじゃないからね、全然来てもおかしくないですからね。さあ行きましょう。ただ確率下がってくれるだけでもだいぶなんかワクワク感あるような、決勝戦何来んねやろみたいな、どれ来ても決勝今面白いですからね、ほんまに。今封印されし決勝ってなかったと思うからね、尻尾にも返ってきてるから、ロイヤルファンブルね。だから今かなりソロショーが充実という、かなりいいアップデートになってるんじゃないですかね、これね。ほっ、さあこっちからいっといて、オッケー。でさらになんか速い人もおるが、特大大天空ジャンプ、あの方速いな、カピバラの方ですね。右ルートを選択、はい、ふわっと上がってあげて、俺を右ルートで行こうかな。ほいほいほい、はい、オッケー、申し込み。ヒヤヒヤロード来ましたね。トップ何名かな、トップ8名ですね。さあ行きましょう。ヒヤロード楽しいもんな、ほい。結構ね、既存のコースの中でも楽しいコースと思ってますね、これ。なかなかこうどこやどこやみたいな感じでね、毎回ゴールが違うから面白いよな。向こう側のルートもなんか開発してると思うもんな、ここ。これここら辺まで行けそうやな。ほっ、明日の夜空解析班になるわ。あ、こっちやな、よし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 、いいぞ、よしよしよし、行こう行こう、解析しようぞ、俺らで。逆ルートの方が先解析。ほっ、ここっぽいけどな、あ、ここ、あ、縦行ったでしょ、この次まで確定で、この次ここからやな。で合流したな、結局。さあ外れた、左、正面2つ外れよ、もう揺れてたからね、それはもうデータ上出てたんで。おっと、今吹っ飛んで危なかったな、暴発したけど助かったか。あ、確定したぞ、行こうぜ、ゴー、楽空拳スラム。さあ行きましょうか。今回の決勝戦は楽空拳が選ばれましたね。さあどうやって行こうかな、まあ嵐込みでいいような、おい、嵐込みでまず全部罰にしようかな。お、エンタメ車が一気に出たな。ほっ、まあ楽空拳苦手な方多いもんな。ほい、普通にだって滑らせたら終わりやからね、足滑らせたらもうそれと一発アウトやから、マジで厳しいもんな。あー、滑らせたか、足滑らされはったらもうそれで終わりやから。ほい、エンタメ申し込み、これもうあれちゃう、全員つまみ落とせんじゃん、うわー無理やったすんません、ほらいけるかと思ったら急風にこれ恐竜のおめめかわいいな。やべやべ、喧嘩やな、なんでや、喧嘩に危ないぞ、そんなんしたら、あははは、あー、なんでじゃあこれつまみ落としたら勝ちちゃん、やったー、なんでやねんほんまに意味わからんなんじゃこの試合はさあリングスピナー行きましょう。何名のエンターテインメントかな、7名のエンターテインメントが出れば OK ってことですね。ダブルリングですから危ないよ、かなり高難度、一旦下がろう、1下げてでも耐えた方がいいもんな、ここは。危ない、ホームランバーに注意しつつ、さあ第1周はエンタメ車があまり出ず、さあどうだ、
生ゾンビを警戒しよう。ほい、ダブルリング出ます。ダブルリングを返す際は結構低かったように見えますが、エンタメ者選ばれるか。2名選ばれましたね。オッケー、これディフィード。決勝戦スクエアアップ来ましたね。クリエイティブコースですね、これね。当たってしまいました。スタート。このね、クリエイティブコースのこのスクエアアップね、ショートカットあるやんか。ハンマーショートカットされたら負けみたいなやつあるからさ、それ困ったもんやな、ほんまに。それがなければね、割とまあレースとして成り立つねんけど、ハンマーショートカットが言うとったらもうそれレースちゃうからね。関係あらへん。ハンマーショートカット誰も行かへんねや。あ、じゃあレースや。よし、今回みんなレースや。行こう、楽しもうぜ。このスクエアアップちょっと嫌やな。うわ、つままれたら終わりやから。ヘッド、オッケー、大丈夫。ちょっと転がって早く起きて。急げ急げ急げ、チンタルする場合じゃない。うっ、危ない、避けて。おお、生つまみだけは勘弁してくれ。落ちてる、落ちた。あとはいつや、捕らえろ。ダークドラゴン、ダークドラゴン、ダークドラゴン捕らえろ。イカレルワールド、イカレルワールド、お前ショートカットするわ。せーのー、プリモジャーン、バカーン。でもあそこプリモジャンプするしかないもんな。もう一回やるか、もう一回。せーのー、せ、プリモジャーンって。もう一度、もう一度。わー、ありがとうございました。お前がエンターテイメントじゃ。何がスクエアアップじゃ。はちゃめちゃファクトリー来ましたね。はい、ドレミファソファミレド。さあ行きましょう。光ったボタンを押そうということでね、光ったボタンを5点集められれば次のラウンド進出というステージになってますんでね。どこ行こうかな。まあここを指定入れるか。指定予約から、まあ、この周辺をね、どんどん取り締まっていこうかなと。危ない、うわー、これ上に移行しよう。上にもう一度移行をかけて、ちょっと混み合っとるな、このエリア。こっちの空いてるね。ここのさ、予約とかほら、こことか空いてるってことは、こっちの方がいいよね、今。人混み行ったらやっぱ厳しいですから。さあ、もう上がった人間おるな。どうや、あ、あったあったあった。こことここ。そして、あと1点取れば上がりですが、まあ、これもスーパー予約行くか。もうこの時点から予約しとこう。やばい、予約かぶる。生つまみ、ふっ。オッケー、おっぺけベーストラグルですね。さあ行きましょう。おっぺけベーストラグルが今スタートです。さあ8名ですね。これが決勝進出のキップ、クリエイティブコース来ましたね。ほい、さあ行こう。このコースはまあワンミスぐらいで大丈夫ですよっていうステージですね。基本まあノーミスがいいねんけど、1回落ちるぐらいやったら諦めなければ間に合いますという、そういう感じやね。ほい、さあジャンピング、さあメンバーからどうだ、他のメンバー。あ、4名しか来てないね。そうだからチャンスがあると。1回ミス、2回ミスぐらいまでね、メンバー次第でチャンスありますんでね。ここのヒットパレードみんな忘れがち。ほら、あら、お前が当たっただけやろうが。俺当たってへんねん。当たった人物に直撃するっていう、ええ加減にせえよ。ほい、さあ、しかもあいつ何食わぬ顔で前進んどるしな。もう絶対エンターテインメントに差したるわ。俺がウィナーになる。あいつエンターテインメントに申し込み書類提出するわ。あ、滑らはったな。さすがに決勝まで来るやろ。ほい、タッチ、オッケー、タッチしたらならばオッケー。いや、深い深い、めっちゃ深いわ。どんなんやねん。めっちゃコースがね、コード上高い位置にあるよな、これ。ほい、来たー。よし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 、決勝進出やね。決勝戦パキパキアイスですね。さあ行きますわ。ちっちゃなパキパキアイスね。スタート。さあ選ばれしメンバー、このようなメンバーになっております。なんかビーパーシュやん、こんにちは。ビーパーベイしていくが、かなり狭いですからね。決着早いですよ、これ一瞬やで。8名でこの狭さやで、やばいやろ。行こう。集中できるかどうか、集中力の勝負になりそう。人減らすという戦法もありますが、生つまみで端っこの人間は生つまみの対象になりますんでね。これからとか予約して、お、なかなか面白い人間や。これは早めに逃げた方がいいね。道連れになっちゃったらお互い損やから。いらっしゃいませ。うわー、いらっしゃいますと思ったけどな。さあ、一人足滑らせてエンターテイメント者が、ついにゲーム、ついにゲーム動く。さあ、どこ行こう。まずはこういう肩を、あかんな。でもわっと、さあ全部一覧の時はオリジナル。さあ、こっからはもう止まれない系みたいなもんやもんな。どうだ、どこが、どこがいいね、どこがいいね。ラインゲー勝負なりそうやぞ。団子状態、団子状態。ほっ、おぉ、あぁ、えぇ、おぉ、こっち行こう。危ない、おぉ。何がエンターテインメントじゃん。
さあ、珍しい聖地、ホバーボードヒーローズという聖地来ましたね。行きましょう。このような形になってますのでね、背景もすごく素晴らしい夜景言うんですかね。お、すごいね。うわぁ、なんや、何してくれてんねん。え、返してよ、ほんま。初手から俺を名前つばに落とそうということか。まさか俺を優勝候補、俺を優勝候補というふうに認識したか。ならばいいだろう。逆に俺を強い奴を認めたっちゅうことや。俺をいきなり落とそうとしたから。わかりましたよ、じゃあ勝負や、こうなったら。誰やったっけ、あの方やな。あ、これ星危ない、星危ない。おお、星消えた、星消えた。時間で消えるんや。さあ、ホバーボードヒーローズ優勝者、この優勝者というか、何、クオリティフィード者何名出るんでしょう。結構落ちる印象あるからね。ちょっと待って、ちょっと待って、映画にしや、ほんま。よいしょ、せーの、ヘッド、オッケー、ブロック、ブレーキ、ブレーキ、ブレーキ、危ない危ない。ホバーボードマジね、難しいですからね。これ滑って落ちちゃうみたいなのあるから、先行きすぎて。こっから生つまみ警戒で、バーが下がった瞬間がチャンスで、さらにこことかも掴まれるんで、ただちょっと人が邪魔やな。お、混み合っとるな。うわー、なんで、ふっ、急げ、乗り込まないと。ボートが行くってしまう前に乗り込まないと、これも積んでしまいますんでね。今回かなりみんな浮かるな。立てやもん、みんな浮かるんじゃない。全然エンタメじゃ出えへんな。さあ、どうだ、立てをかわしていって、あとはもうこのパチンコですよね。ここは結構ね、人多いうちは危ないって言われてますんでね。さあ、初のミクの方なんかあれやな、遊んではるな。さあ、エンタメ車出ましたかね、出たな。そう、ここのパチンコでエンタメ車って結構出んのよな、意外に。あー、エンタメだった。さあ、ブロックパーティーの階段パターン来ましたね。やっていきましょうか。第2ラウンドかな、これ第2ラウンドでね、ブロックパーティー来ましたね。さあ、行きましょう。これ階段パターンですから、かなりのエンターテインメント車出るんちゃう。俺もここで優勝狙うで、生つまみして。ブロックパーティーに優勝してしまうっていうね、そういう戦法も当然ありますんで、ただメンバーレベル次第が、どれだけこの階段パターンをかいくってくる人間がおるかっていう。さあ、どうだ、こっから続々とエンタメが出ても、あ、続々とで、つまんでいく、そうなんやつはつまんでみたいが無理という形。さあ、どうだ、エンタメじゃあんま出えへんな、まだで、まあ、これまだ残り1分ありますから、こっからどんどん厳しくなるからね、階段パターン。さらにはつまむとかいう圧かけ論もあるから、厚かましくね、厚かけていく。ジャンプあたりしようもんならもうつまんで、プレッシャーかけていく。よしよし、人減ってきたか、どうだ。さらにこことかもう危ない、これ危ない、自分が負けたくらう。本当にぶつからないように注意しつつ、ふっ、いいよ、危ねえ、フィジカルで吹っ飛ばされた。おっと、こちらに移動して、いけ。さあ、結構絞られてきた、エンタメした、結構出てきた、できた、できた、よし、どうだ。さあ、フィードプレイヤーあと4名、5名になってきた。さあ、最後押したらガンパターン来い、いけ、生つまみ、ふっ、ヒッターでやったか、よし、チャンス、危ない危ない危ない、何か起きて、おお、よいしょ、危ない危ない危ない、おお、よいしょ、スリルを味わうしかない、これは、危ない、やめてくれ、危ない危ない危ない、おお、何がエンターテイメントじゃん。ホバーボードヒーローズいきましょうか、スタート。さあ、頑張るぞ、ホバーボードヒーローズ。さっきはね、あのパチンコ台で落とされてしまいましたからね。落とされたというか、まあ何なんでしょうね、あれは。あれ、飛ばれる時とさ、飛ばれへん時は、あれ何でしょうね、どういう違いなんやろ。立ち位置が悪かったらちょっと教えてください、コメントで。俺いつもあの辺の立ち位置から結構ゴールしててんけど、今のホバーボードヒーローズはどのような環境なんですかね。あそこでエンターテインメントちょっと嫌やもんな。パチンコが不発するっていう意味のわからない要素で落ちてるからな。さあ、行きましょう。エンタメ車まだ出ていない。まあ、ここの掴み合いなしやな。ここで決勝進出ありえるもんな。まあ、19名くらいだと思うから。あ、一人エンタメやな。足潰らしたな、完全に。さあ、足を潰していってらっしゃい。 OK、 よし、みんな行け、みんな、よしよし、入れ食い入れ食い、よし、いった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 、よし、いった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 、いけ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 、めっちゃいった、めっちゃいった、いいよいいよいいよ、すごいすごい、大人気やったら今。スライダーがもう大根です、大根です。今回椎茸プランやな、難しいやつや。ほ、椎茸とこの危ないやつね。もうみんな結構もうあれやな、アクロバティックにいかはるもんやな、世の中。さあ、4名さらにローリングパターンやから難しいぞ。どうだ、お、危ないぞ、ローリングやぞ。ほっ、かわしていく。どうだ、お、みんなローリング大丈夫なんや、なんか余裕っぽいな。つまみ落としたろうか。ほっ、落ちろ、落ちないでいく。ここ大丈夫、えい、あ、いけたいけた、よし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 、
ジャンプショーダウンの風あり部門ですね。さあ行きましょうか。もう容赦なく全員生つまみしてるわ。風あり部門。さあ、生戦いと行こうか。さあ、向こうが揺れて。で、ワニーさんどこやろ。あれ、ワニーさんは、あれ、ワニーさんにダメやったん、あれ、ワニーさん行ったように見えたんやけどね。まあ、ええか。3人で戦うやな。さあ、つまみ出しなるか。足場の発表です。おっと、これは、我プランやな。さあ、みんなどこ狙う。俺はもう生つまみをちょっとから狙っていきたいが、隙あり言うてね、バコーン行くわ。おっと、足場が結構面白い足場になってきたぞ、これは。わからない、わからない。荒れる可能性がある。あ、渡るか渡るか。あーっと、風に落ちた。それを見て、やばい、ふっ、うわさあ、ロールアウトですね。業者に勤めていきたいと思います。生つまみ有機質系業者行きましょうか。今日はね、ちょっとエンターテインメント極めすぎてるような。結構いつもね、ウィナーウィナーでね、勝ちまくってるんですけど、今日はね、もうエンタメの日ですわ、完全に。意味のわからない負け方してるしな、ほんまに。あかんあかん。こっから勝ちます。はい、勇気つけて、よし、勇気ついたな、今。走っていかはったもんな。で、この、ブドウのカラとかもおるね。お、ボーリングさん、落ちるか？全然ええで。ブドウのカラとか落としたのか？喜びや。はい、あーそう。マスクマンめ。ほっ。マスクマン横に落とすっていうのご存知なさそうやな。縦だけじゃないですよ。横を押せるから。さあ、なんか変なステージ来ましたね。コピーカッシュ棒ですかね。スタートー。さあ、これね、斜め。これで斜めか、やばいな。結構人多いように見えねえけどな。危ない、やばいやばい、最下位なんてことだ。危ない。さあ、ボールで弾き飛ばされる人間は。さあ、今でこれ結構エンタメ圏内やな。さあ、ここからインコース勝負になりそう。よし、クオリティフィールド圏内入った、クオリティフィールド圏内入った。インコースから5番手、よし、6番手、よし、6番手申し込んだ。斜めやからね。行こう。さあ、このボールに注意しつつ、おいおい、じゃボール多いな。これ落下したら終わりです。セーフポイントで一安心しつつ、でここなんですけど、まあ、いらんことせんはいいかな。そのままなんか、ハンマーにぶち当たってみたいな、横着しようとするとバチが当たって場外ホームランみたいなのあるから。もうええねん、こういうのはもう普通に、生身で行くのが一番いい。OK、で、最後だけ今みたいにボヨンってしていけば OK。さあ、どうだ？ボール左から多いだろ、確かに速いが、ボールが来たらね、ちょっとなかなか嫌やからな。これボール来たら遅いからやめとこう。結局ここで安定で走ってはいいっていう。あの方先頭やな。てなわけで今4番手やね。さあ、どうだ、ジャンガンのヘッドでちょっと距離を伸ばしつつ。どうだ、みんな後続の方はこのフニボーに当たってショートカットしないと間に合わへんっていう可能性あるけどね。俺は大丈夫圏内やから、フニボー加速の技術を使う必要がないから。ほい、もう今回勝たなあかんから。さっきから俺エンターテイメント、エンターテイメントだな、俺ほんま。今日は。勝ちたいからさ。こっからも勝つんで。おっ。OK。まだ俺あれやろ、楽空拳スラムしか勝ってへん、俺今日。そっからもう全部エンターテイメントやからな。さすがにここでエンターテイメントを阻止しなければならない。行くぜ。申し込み書類。特大大天空。決勝戦の種目、ロイヤルファンブルですねー。さあ行きましょう。ロイヤルファンブル、俺尻尾持ってんねんけど。隠すわ、隠せ、ほっ、隠れろ。え、バレた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 か、バレたな。この金の狼尻尾さんにさ、こうごまかせるからね。俺尻尾持ってると勘違いされるかもされるもんな、これ。ほら、これ一応尻尾ついてるからね。さすがに誰も勘違いせえへんか、さっきのコースクリアする人間は。空中生つまみ行きます。回転台からの空中生つまみの練習するわ。こうヒットパレードあるもんな、これな。いけると思ったらヒットパレードがね、結構フラフラしとるから、ほい、打ち当たんのな。大逃げ出すな、待て、よし、ポポーン、ターン。さあ、人数少ないからね、これ逃げ有利やからね。挟み撃ちの人数が少ないんで、はい、こっち、あ、いいよ。さあ、みんなついておいで、みんなついておいで、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、こっち。さらにこっちに行くと見せていかない、バイバーイ。よしよしよし、いい感じいい感じ。自由自在、俺の大逃げが刺されそうで、回転台からのプリテンダーね。はい、で、こっち行っといて、こっちに行きましょうかね。こっち行こうか、これ行けそうやな。で、みんな向こうから回ってくるか。回ってこないのであればもうそのまま行っちゃうよ。おいちょ、ターンから上に乗って、で、こっちからヒットバレード一度待ちつつ、生まれていく、まずいか、させるか、大逃げ落ちます。うわー、やめろ、待ちなさい、過去に向かってください、身からの人間なめんな、よいしょー。オッケー。
インザグローブ来ましたね。スタートー。さあ12名。このコースめっちゃむずいからね、インザグローブ。ほいほい、メロンってなるからね。ゲットショットかみたいなのあるらしいけどね。ゲットショットが昔だ。おこっからあのね、地獄のメロンゾーンがあるからね、これ。これほんま危ない。メロンって出たら行く。よし、行こう。出動、出動。これマジあの、奥側のやつだ、無限ループみたいになるからね、ほんまに。申し込み、申し込んでいくが、あーっと、パルクー状態。おー、ナイスナイス、危ない危ない危ない。なんていうか、片足残したか。ここがめちゃめちゃ最難関。いや、危ない。フリボーにね、無限叩きつけという概念があるから。出しにしたい。オッケー、出しに来た。オッケー、落ち着いていけばいけたな。で、こっから、予約。はい。最後、直線コース。みんな早いな。ここで、しっかり受け身を取っていく。メロン、ゴリンです。動くスポットライトですね。さあ、行きましょう。動くスポットライトの8名かな、これは。トップ8名行きましょう。さあ、まず開幕のボタンを押していきましょう。開幕、行こう。さあ、これの挙動次第やからね。上、素直に行きたいですか。オッケー、行けた。どうだ。よしよし、割といいんじゃない。この上の男8名おらんからちょうどいいぐらいじゃん。8人ぐらいが今俺間に合ってる圏内や。これいいよ。さあちょっと遅れた分でどうかって感じだな。いやー絶対動きたい。うわーでもうわーこれやばいな。こっちから回るか。どこ行った。あ、スポットライトあった。よかったよかった。そんなにみんな行ってないわ。少人数がね残っただけだった。オッケー、決勝進出。決勝戦ハンマーありクラウンマウンテンですね。一番右枠ですね。いいんじゃない。さあ行きましょう。よーい、スタートー。まずはこの間から行こうか。この間地味にここここここ、いいラインいいライン、一番いいとこでボール見ていきましょう。大丈夫そうだね、いつものパターン。ただ今回ボール直撃危ないよ。さあボール当たってる人もおる。中に切り込んでいきましょう。安全地帯に切り込んで、さあこっから一気に視点を上にしていきたい。避けていって、この縦を使いながらね。いいよ。さあ突き抜けた。でここ間ハンマー当たらないゾーンから引っ解いて、はいはいはい、せーの、よいしょ。早く起きて。後ろ来そう。よいしょ。ん、何がエンターテインメントじゃん。